さっきは妖おじさんを説得してくれてありがとな。オイラたちが送ったサインに気づいてくれて助かったぜ。二人とはそれなりに長く付き合っているからな。その経験のおかげだ。それに大したことではない。気にしないでくれ。ひひ、お前の性格は相変わらずだな。でも勝利、見送るとは言ったけど、なんでこんな遠くまで来たんだ？あいつらに聞こえない距離まで来れば十分だったろ？もう一人の友人が来ているからだ。旅人、パイモン。そう！なんでお前が？我はずっといた。幽霊のタコ。もしや、あの神出鬼没な同士が、また防御旅館に来ているのか。こたびはまたいかなる用が。まあいい。同志と帝君、いや、勝利様との間柄を考え、一言挨拶でもしておこう。勝利様、あ、てっきり風同士かと。ああ、いいところに来てくれた。お前もこの新しい代物を試してみないか。動力装置を取り付けたことでタコを上げる際により安定するのだが。相当熱心に研究をされているようだ。安定しすぎることでタコが上空でゆらゆらと揺れる様を見られなくなったのは少々残念だ。実は今回、解凍祭に必要なものを購入するよう同種に言いつけられている。あ、はい、毎年のことですね。おそらく来年も変わらないでしょう。違いましたでしょうか。あ、そのごま油を頼まれたこともありましたし。いや、なぜ同志は解凍祭の期間中に野菜のごま油和えにこだわるのだろうかと考えていた。シャンリンの助言なのだろうか。ショウ、お前はどう思う？フー同志とはあまり深く関わったことがなく、なんとも。そうか。往生堂の者と関わる機会を増やしてみるのはどうだ。暇があれば気軽に寄ってみるといい。こっちは装置を取り付けていない伝統様式のタコだ。この2種類のタコの違いを見定め、より娯楽性に優れた方を選ぶようにと同種に頼まれている。ちょうど手が欲しいところでな。もう一つのタコをあげてもらえないか。はい。比較してみましたが、速度を求めるのなら装置を取り付けた方のがいいでしょう。なるほど。代わりに同種に伝えるとしよう。この二つのタコはお前のところに預けておこう。普段友人と共にタコをあげるのもまた一興かもしれない。はい。しかし、タコ揚げを好む者など周りにおらぬゆえ。なら、お前の最中を生かし探してみるのもいいだろう。なんだ、ただショーにタコ揚げを手伝わせてただけか。なんか聞いちゃいけないことなのかと思ったぞ。フータオに頼まれた実験だったんだな。手伝わせていたというより、流行りの代物がどれほどの飛行性能を持つか比べるため誘ったと言うべきだろう。うい、つまり大会のライバルがまた一人増えたってことか。ショーはたこ揚げが好きか。好き嫌いなどという言葉で考えたことはない。ただ空へゆっくり登る姿を見ていると、不思議と心が落ち着いてくる。いくらか消灯に似ているのかもしれない。
どちらも心に安らぎを与えてくれる。結構なことだ。じゃあショウはタコを作ってみたいと思ったことないか。オイラたち両腕神官に作り方を教えてもらったんだ。もしショウが習いたいなら教えてやるぞ。せっかくだが今回は遠慮させてもらおう。我々の中で模様や装飾の創作に興じる者は見ぬだけだった。怪盗祭の後もし暇があれば道着の寺の近くで我を探すといい。あ、そろそろ日が暮れる。俺も帰って同志に比較の結果を報告しなければならない。フータオは元気にしてるか？よろしく伝えといてくれ。ああ、それと先日同志から聞いたのだが、数日後に行栄荘を訪れる予定らしい。二人に時間があるのなら頃合いを見て行ってみるといいだろう。もし荘内で会えたら共に歓談のひとときを過ごすのも悪くないはずだ。うん、覚えとくぜ。じゃあまたな、勝利。ああ、また会おう。ガミ、同じ。親父から先に言ってくれ。あ、いや、何でもないんだ。なら、俺から。俺、やっぱり、リーウェ校に残りたい。ああ、賛成はできんが。まったく最後まで話を聞け。さあさあ、神格ちゃん、ほら早く座って。長旅で疲れたでしょ。お茶を飲む？何か飲みたいものはない？我は大丈夫だ、お気遣いなく。師匠、彼女たちはもう遠くまで行った。うむ、ちょうどいい頃合いだ。我々の出番だぞ。事前に伝えた計画は覚えておるな？無論、師匠と我の役目は家族の幸せな場面を演じてみせること。おばちゃんと同じ飲み物でいい。わかったわ。関運おばちゃんと神格まで、一体どんだけの人に手伝ってもらってんだ。ここはとりあえず座っとこう。ちょうど小螺旋画が手に入ったの。綺麗な名前だけに味もいいわ。買いだめた分を消費するため最近毎日飲んでおる。さすがに飽きてきたな。いかん、今は語り合いに集中せねば。お祭りの間は仕事も忙しいんでしょ。力になれることがあったらおばちゃんに何でも言ってちょうだい。酒を飲んで暴れる者がいたが、おばちゃんに教わった通り奴らの頭を卓に押さえつけてやった。なっ、関羽おばちゃんと神格、マジかよ今の話って。参った。演技に気を取られておったばかりに神格が変わった子であることを失念しておった。あ、そうそう、新しい友人はできたかしら。ほら、おばちゃんは近くにいてあげられないから、神格ちゃんに友人がいてくれれば少しは安心だわ。最近の状況はおばちゃんも知っての通りだ。夜厨房に行ってグオパーと語り合うようになった。グオパーは話こそできないが一緒にいると安心する。はあ、語り合える友人が一人もいないとはかわいそうな子だ。こうして考えてみるとガミンは手のかからない子だな。私は厳しすぎたのかもしれん。その話はこの辺にして、神格ちゃん、これから時間あるかしら。おばちゃんと遊びに行かない？そうそう、
温かい言葉をかけてやるんだ。その子もホッとするだろう。前と同じように朝から晩まで岩を背負って山を登り降りし、道沿いの草花を摘んで夕食とすることか。おばちゃんが望むなら喜んで。おやじ、お茶を。あ、いや、お茶は飲まない方がいいか。ああ、もうこれ以上は聞いてられない。ガミン、先ほどの話を続けよう。私はお前がリーユエ校に残ることに反対だ。苦労するに決まっている。お前が家に帰ってきてくれたら。まあ、お前は私と性格がそっくりだから、そりが合わないのは知ってる。ただ、私のことはさておき、他の家族のことを考えてみろ。おばやおじたちは、喜んでお前の力になってくれるはずだ。少し楽な仕事について、時間がある時に、一緒にザオ茶をいただくのもいいんじゃないか。師匠、ザオ茶とは大事なものか。もう一度考えてはくれないか。すぐに答えなくてもいい。心が決まったら聞かせてくれ。親父、本当に変わったな。昔の親父だったらこんなこと絶対言うはずないのに。でも俺は。親父、ありがとう。結構時間も経ったし、そろそろいいんじゃないか。二人が仲直りしてくれてたらいいな。二人とも黙ってお茶ばっか飲んでるぞ。なんか嫌な予感が。まさかカオンの計画が失敗したのか。戻ったぞ。見送るついでにいろいろ喋ってたらつい時間が経っちゃって。ちょうど私たちもお茶を飲み終わったところだ。じゃ、出発すっか。荷物を持ってくれ。ガミン、いつの間にこんなに背が伸びたんだ。陽徳さんですよね。遠路はるばるお越しいただきありがとうございます。スチームバード新聞の記者シャルモットと申します。今回お茶を購入するついでに、差し支えなければ取材もさせていただきたいのですが。取材？お茶の宣伝だろうか。はい、そう捉えていただいて問題ありません。フォンテーヌ人もお茶が大好きなんです。フォンテーヌへの販路開拓か。なら準備する時間が欲しいのだが、取材の内容について事前に話を聞かせてもらえないだろうか。もちろんです。こちらへどうぞ。彼女もお前らの助っ人の一人か。自分も顔が広い方だと思ってたんだが、上には上がいるな。参ったぜお前らには。こっちだ。お、カーンおばちゃん。きっと次の計画の話だ。幼児さんに気づかれないうちに早く行こうぜ。全て順調か。心配すんなって。全て計画通りうまくいってるぜ。
ってことは、さっきのは演技だったんだ。やっぱただもんじゃないな、カンウンおばちゃんは。俺のために自分自身と弟子たちの総力を挙げて手を貸してくれてるんだ。これが人のために尽くすってやつか。俺も見習わないと。次の段階では、あ、どうしたんだガミ。今回のお茶代だけど、もしかしてお前らが払ったのか。さすがにそういうわけには。そう慌てるな、立て替えただけだ。そうそう、行幸の言葉を借りると投資ってやつだな。オイラたちの出し合ったモラでシャルロットがお茶を買って、それをお土産としてスチームバード新聞社に持ち帰ることにしたんだ。シャルロットの記事が新聞に載れば販路拡大の効果も期待できるだろ。そしたら投資分なんかすぐに回収できるはずだぜ。そっか、商売のことはさっぱりだけど、とにかくお前らに損をさせるわけには絶対にいかない。やっぱ帰ったらちゃんとモラを渡すな。その話はまた後でよい。お前はもっと大事なことを考えるべきではないか。ああ、護送中俺はずっと考えてた。で、一つ案を思いついたんだ。ただみんなにまた迷惑をかけちまう。話してみろ。そうそう、オイラたちみんなお前の友達なんだぞ。お前の力になりたくてこうやって集まってるんだ。遠慮なんていらないからな。わかった。俺の考えはこうだ。おう、よーくわかったぜ。任せとけ。じゃあ手分けして行動しよう。あ、それと計画の実行も大事だけど、タコ揚げ大会も気になるよな。せっかくショーが比較してくれたんだし、例のあの難しい名前の装置を買ってパイモンダコに取り付けてみようぜ。いらっしゃいませ。配達から帰ってきたのですね。先日はどうもありがとうございました。あの日うちの子供が早速おばあちゃんと一緒にタコを作ったそうで、すごく喜んでいました。私に長い手紙まで書いてくれたんですよ。ひひ、お礼ならガミに言ってくれ。ええ、彼にもお礼を言っておきます。ところで今回はタコをお求めで、どうぞご自由にご覧ください。タコならあるぞ。今回はあのフォンテーヌ製の装置を買いに来たんだ。それだけを単品で買えるか。あ、それならどうぞお受け取りください。説明書は箱の中にあります。簡単に取り付けられますよ。でもタダでもらうわけには。どうかお気になさらないでください。タコ揚げ大会での健闘を祈っています。そっか、じゃあありがたくもらっとくぜ。ひひ、取り付け完了だ。次は例の計画の実行に取り掛かろうぜ。
もうすぐだよ。少ししゃがんでください。私の怪盗祭も相変わらずにぎやかだな。え、何があったの？何か故障したのか？どうしたもんか。誰か戦艦軍に連絡してくれないか。感謝するよ、お嬢ちゃん。送っていこうか。ううん、大丈夫。師匠がすぐ近くにいるから。
神。親父。今回は私から言おう。ああ。素晴らしかった。ずっと長く十部劇を見てきた私でも、素晴らしかったと言わざるを得ない。お、はあ、親父も、態度が柔らかくなる時があるんだな。お前、本気でこれを生業にするつもりか？ああ、分かってるさ、難しいことは。でも、重要なのはそこではない。私が言いたいのはだな、難しいというのは客観的な事実に過ぎないということだ。重要なのはお前の決断、お前の夢、そしてお前の行動だ。私が若かった頃は、おっと、昔話はまた今度にしよう。とにかく考えが変わったのだ。このタコももっと高いところへ飛んでいくべきだ。親父。息子よ。なんだよ急に息子なんで。親父らしくない、まさかこんなことを言うなんてとか思ってるんじゃないか。ちょっとだけ。なかなかこういったことを言う機会がなくてだな。その、なんだ。本当は、うん！私にとって、お前は本当にいい子だ。さあ、言いたいことは以上だ。それにお前も、さっきから何か言いたそうじゃないか。私は行こう。ほら、あそこで友達が待っているんだろ。え、でも親父、せっかくリーユエコーに来たのに。リーユエコーにはもうしばらく滞在するつもりだ。ザオ茶はお前がおごってくれるな。親父、ったく。行ってこい。ああ、また後でな。行ってくるぜ。ラミン！ひひっ、嬉しそうに笑ってるな。そうか。照れることないぞ。ちゃんとみんなに礼を言いたい。関運おばちゃんや手伝ってくれたダチにな。で、もし時間があったらみんなでたこ揚げしようぜ。